프로페셔널한 히키코모리 프로페셔널한 히키코모리 スピード違反で捕まってる車がすっごいたくさんあるの。ニュージーランドひたすら道路まっすぐだし、交通量も少ないからみんな飛ばしたくなる気持ちはわかるんだけど、スピード違反で捕まるってさ、僕からするとさ、バカらしくてさ、そう思わない？だってそもそもまず1点目にさ、危険を察知できるわけじゃん。このぐらいのスピードで走ってて何かが飛び出してきたら止まれないなとかさ、これ以上スピード出すのが危ないって体感的にまあ計算すればわかるわけじゃん。まずそれが第1点目だよね。それがまずできないと。だからそれができない人のためにわざわざご丁寧にここは80キロで走りましょうねとか50キロで走りましょうねって標識があるわけだよ。ご丁寧にだよ。でそのご丁寧に教えてくれた無能な人のためにご丁寧に教えてくれた標識速度法定速度を超えてしまって捕まるっていうのはさ、相当悲しいことだと思わない？だってまずその第1点目がさ、直感的にそれが分からないっていう部分が生命本能的に劣ってる。この2番目にご丁寧に教えてもらったのにもかかわらず超えてしまうっていうのは、規律という部分でも残念なことだよね。規律を守れないということだから。だからつまりこういう人っていうのは普段の生活でも同じようなミスを犯してるんだと思うんだよね。どういうことかっていうと、何かを目測誤る、そして規律を破る、こういうことが普段の生活の中でもきっとあるわけだよね。とても残念なこと。まあこうやって運転しながら動画を撮ってるっていうのも、And this is good place. 今度こそ見つけた。ここはいいよ。ここ絶対釣れるよ。シャローになっているので、上流からダウンクロスに投げて、この浅瀬にフライを流し込みたいと思います。ここは絶対いるよ。Finally, I got a nice bend. I will catch the fish here. こんなちっちゃな魚もいるんだよ。Black fly comes up and they bite me and makes me itchy. So I escaped from here. See you tomorrow. Darkness into light. When everything we have done comes around, comes undone. We try to make it right this time. We just gotta make up our minds. Let's make it matter, cause we will never ever slow down. This time we